サンフアンはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の40番艦。艦名はプエルトリコのサンフアンにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはアトランタ休憩巡洋艦4番艦以来3隻目。サンフアンは1985年8月9日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社で寄港した。 1986年12月6日にシェリル・ヘルナンデス夫人によって命名、浸水し、1988年8月6日にチャールズ・ヤング艦長の指揮下収益する。サンフアンは基本型から大きな改修を受けて建造された最初の艦であり、本艦以降の艦はフライト3または改めロサンゼルス級と呼ばれる。本艦には より静かで高度な回収がなされた BC-1 ソナーが搭載され、魚雷発射艦から機雷射出が可能となっている。また、砕氷航行が行えるように船打は、セール側面から艦首に移設された。1998年3月19日、ニューヨーク州ロングアイランド南方で、サンフアンは、ケンタッキーとと衝突事故を起こした。両艦とも損傷は警備で負傷者はいなかった。 サンフアンは2006年7月3日の演習でマーク48魚雷を発射し、目標艦とされた旧兵艦、ビュートを撃沈した。ありがとうございます。